巡回。それはカットが当然ダメだな。物として使用される世界。しかしカットを使わないでラジオ界に飛び込んだ一人の声優がいた。そしてゲストは過去最高数のパワー SE を使用したフィン役川島礼二。今回もパワー SE は炸裂するのか、編集するディレクターの目に血の涙がにじむのか。テレビアニメマッシュルウェブラジオマッシュレイディオ、はい、皆さんこんにちは。マッシュバンデット役の小林千明です。このラジオはテレビアニメマッシュルのウェブラジオ。さまざまなトークテーマ、アニメ情報や番組オリジナルのメールコーナーなどをお届けしていきます。今回のゲストはこちらの方。はい、フィン・エイムズです。あ、違う、川島レジです。お前はついにもう一体化したんだ。いやーね、最終回だからね。最終回ブリーチとかでもあるけど、最終的に残白刀と一緒になるみたいな。僕もね、ついにね、ついにフィン・エイムズと一体化することになったんだ。一体化しましたね。ちょっと一体化してきてるんだよな、やっぱ最近。一体化じゃないけど、はい、なんか冒頭頑張って、はい、すごい低音というか頑張ってたけど、あれは何なの？ちょっとその千秋さんと梅原さんのマッシュレイディを聞いたんですよ。まあこれの流れで先週かな、の回の、はいはい、先週のやつ聞いて、僕もその喉のつぶつぶ出してみたいと思って全然出てなかったけど。全然出てないんですよね。1行ぐらいで、あ、ダメだってなって、あ、ダメだね、うん、ねねやっぱあの高みに登るためには、はい、ちょっとわーそうね、まあでもいろんな多分仕事をね、はい、通してそういう役を経てやるんで、ちょっとアベルをね、うん、やってみるしかないね今度。僕もじゃあカイトさんとかさ、はい、ほらよく真似してるでしょ。やってたイベントでやってましたね、うん、次はもう梅原さんのその声が聞こえた瞬間にも川島くんが率先してチャレンジしていく。新格者になるのはこの僕だ。全然声出てないじゃん。ねえ、はい、まあというわけでそんなちょっと今なんだろう、迷ってるというか、はい、ちょっと迷って久しぶりのやっぱすごくなんだろう、はい、頑張ってくれてるのかもしれないし、はい、こう楽しもうって思ってるのかもしれない。とにかく迷い続けてる川島くんが、はい、ゲストに来てくれました。はい、久しぶりにここに来ました、収録ブースのマシラジに、ね。だからずっとまあ、はい、前回というか、うん、前回というかね、あの大阪で登録させていただいた時以来ですけど、はい、以来でございます。まあそれまでもね、はい、結構江口さんとか海人さんとかゲスト来てくれて、うんうん、そうなんです。川島君しばらく来てなかったし、で登録後も、はい、まあレアン寮の方々が来てくれたっていうことで、本当久しぶりに、久しぶりのここでちょっとどうやってやった、久しぶりすぎて、いや、そうちょっとどうしようかってなってたっていうね。一体化しました。はい、まあそんな、川島くんと実は今後も、はい、行くところがありまして、あの全4回にわたるインストアイベントツアー、マッシュバンデットたちと出会いの旅というのが決定しました。嬉しい、嬉しいですね。初めてかも。インストこちらなんと、はい、まあさっき言ったように全4回あるんですけど、うん、その1回目は、はい、僕、川島くん、そして上田玲奈さんの3人が、はい、東京の地で、うんうん、いろいろやらせていただきまして、楽しみですね。そしてボリューム2、はい、まあ、第2回目の方は、僕と川島くんで名古屋に、名古屋です、行かせていただくということで、まあ、前回大阪からの、はい、名古屋ですから。そして名古屋といえば、はい、僕の生まれた地、おい、でございます。やったぜ。いやー、なんで、え、千秋さんあんま名古屋、あ、まあでもあのイベントとかでちょいちょい、はい、うん、数ヶ月に1回は行かせていただいてますけどね。やっぱちょっと地元ならではね、その名古屋のこんな場所おすすめだよみたいなの、やっぱちょっと千秋さんに、あ、本当、おすすめしないとなみたいな。いやいやいや、ちょっと使命感に駆られてる、使命感に駆られてるんですよね。大阪回ったじゃないですか。あ、いろいろね、回させてもらったね。まあ さっきじゃない、後であのメールも多分読ませていただきますけど、どう、名古屋でご飯さ、はい、まあどっか行くっていうのは多分川島くんおすすめ行った時に教えてもらうとして、うっす、
やっぱこのご飯うまいよっていうのを教え、今のうちに教えてもらえればさ、これ名古屋にこの遠征してくれる人たちもねいるかもしれないから、やばいやばい、出せ出せ。あーっと、そうっすね、まあまあまあね、でも山ちゃんは東京にあるし、手羽先のね、あーはいはいはい、手羽先美味しいからね、東京もあるし、もうね、川島くんしか知らない名古屋、僕しか味噌煮込みとかじゃなくて、はいはい、あ、ひつまぶしとかじゃなくて、やっぱそれで言うと、うん、まあちょっとね、名古屋といえばお昼でも夜でもなく、やはり朝のね、へー、モーニング文化がね、あ、はい、あ、はいはい、聞いたことある。そうなんですよ、やっぱ遠征するってなったら、もしかしたら泊まりで来られる方もいらっしゃるかもしれないし、ね、うんうん、トーストに、あの、なんだろう、生クリーム、なんか4分割されてて、うんうん、生クリーム、あんこで、なんか別の別のみたいな、うんうん、そのセットみたいなのがあるんですよ。へー、ドリンク頼むとついてくるみたいなとか、うんうんうん、がカフェで結構いろんな場所にあったりして、はあはあ、確か名古屋駅近くにもなんか変わったやつとかあったり、なんかさ、東京でよく見かける、はい、あのコーヒーのチェーン店が、コメント多いですか。そう ね, ね, もうね、あるじゃん、あれもさ、もともとは名古屋だったの。名古屋なんですよ。そうだよね、そうなんですよ、だって名古屋行くとやっぱすごい見かけるし、あれで小倉トーストとかがね、トーストですごいもんね。そうなんですよ。いや、というわけで、はい、まあ、名古屋も僕ら満喫させていただきますので、はい、来られる方、まあ多分地元というかね、名古屋の方もいっぱい来てくれると思いますが、うんうん、ぜひお楽しみに。お楽しみに。はい、というわけで、番組独自のルールご紹介させていただきます。アニメ本編ではマッシュは魔法が使えないとあるんですが、それに習いまして、このラジオではカットが使えないというルールのもと番組進行していきます。どんな話をしてもカットなし、ありのままある意味本当のラジオをお届けしていきますが、時には本当に使えない話や発言があるかもしれません。そんな時はパワー SE で該当箇所を粉砕していきますが、なんかさっき川島くん読んでくれてたけど、パワー SE 最高数は川島レイジらしいです。そうなんですか。え、トータルのってことですか。それでも、まあ、トータルじゃない、さすがに。トータルっすかね、うん、トータルだったらまあそうか、ね、納得。でもどうなんだろう、どうなんですかね、1話あたりで一番多いのって誰だった、カイトさんとかなのかな。すごそうだけどな。梅原さんとねやった時も結構 SE かかってた気もするけど、はいはい、小技の戦いすごかったですね。そうだった気がするけど、まあでも多分このトータルでトータルかっていうのを換算してくれたのかもしれないね、はい、パワー SE の今んとこじゃ勝者というかチャンピオンというか新格者。まあそうね、あんまり名誉なことか分かんないけど、微妙なとこだけど。微妙なとこですか。うん、まあどうですかパワー SE。 まあちょっとマッシュルも最終回をね、はい、迎えてっていうことなんで、うん、確かに、まあ、これを記念に最終回パワー SE ぜひ行っていただいても。はい、というわけで、川島くんのトークが過激すぎたということで、ここからは、なんてことないトークをお届けしていきたいと思います。実はまあ第2クール目のマッシュルのアフレコもスタート始まってまして、まあついにね、あの石川海人さんとも一緒に撮れるタイミングもあったりっていうことで、僕はすごくワクワクしていたんですけど、とあるまあ、全然関係のない、まあ、作品 の, あの話とかもそのカイトさんと LINE とかでしてたんですけど、まあ、お互いその好きな作品とかがあって、で、まあ、それのオーディションがあって、僕は落ちましたっていう報告をカイトさんにして、これからも好きな先輩でいてくれますよねっていうことをお伝えしたら、カイトさんが察してくれたのか、大丈夫俺も落ちたよっていう連絡をくれたので、やっぱり僕は石川海人さんが好きだなと、尊敬できる先輩だなと思いました。あったかいエピソードです。あったかいか。はい、ということで、はい、まずはオープニングトークです。テーマはこちら、最終回を終えて今思うこと。お、はい、ということで、無事最終回を迎えたマッシュルなんですが、率直な感想をお話ししていきたいと思います。いや、結構ね、はい、長い付き合いにはなりますが、どう、フィンはさ、はい、この、まあ、原作ね、オーディションにあたり読んだ時と、うんうん、まあ、あとは第1話演じて、はい、第1話というか第2話か、うんうん、演じてからと最終回迎えての今だと、なんか変わりましたか、印象は。やっぱでもそのオーディションじゃ受けた時と、うんうんうん、この見終わったというか放送され終わった後、ね、はい、うんうん、やっぱその一緒に収録できなかった方もやっぱいらっしゃるじゃないですか、分散で撮ってたんで、はいはい、でいろんな方がやっぱツッコミするから、うん、やっぱね、そのツッコミ力
ちょ、多分徐々に上がってきてると思うんすよそうだね、うんうんうん、なんか、うん、それはすごく感じます。あ、本当ですか。なんかまあツッコミ力っていうかもともとすごい上手だったけど、はい、やっぱりそのなんだろう現場の熱量に負けないみたいなそれがツッコミにすごい乗っかってるのかなって勝手に思ってて。本当ですか。それがすごく多分僕もだし、はい、江口さんとか海人さんとかも楽しんで、うん、そこに乗っかってくれてる気もしますね。だからみんなで作ってる感がすごくある作品だなってね。2期はねもういいんか、もう行って大丈夫です。行っていいんか、はい、なぜならもうこの最終回放送後に告知されたらしいらしい、はい、実は僕らまだ最終回見てないんですけど、はい、告知されてるらしくて、まあそんな第2期が2024年1月から放送決定しましたから、半年後ですかね、うん、でまあ最終回には、はい、まあ最終回にはっていうかまあ、うんうん、ミキさんだったり、うん、またセルウォーに花江さんが ね出てたりっていうね、まあ12話の段階でかセルウォーはもう告知されてましたけど、まあ追加キャストもかなり豪華だし、まだもしかしたらご覧になってない方もいるかもしれないですけど、ウェブでね、PV が、うん、ワンクール目のいいシーンがキュッと詰まってるめちゃくちゃかっこいい PV があるんですけど、そこの最後にね、最後に、まあ、原作を知ってる方は来たっていう、あのキャラだって、あのキャラだ、あの声優はっていう感じになる演出もあるので、はい、まだ見てないよって方はウェブでもね、うんうん、マッシュルっていうあの検索していただいて最新の PV ご覧いただければね、おーってなると思うので、うん、ぜひお楽しみに。千秋さんはどうですか、やっぱその、うん、2年。いやでもやっぱりなんだろう、マッシュルって作品がその演じること以外でもこのラジオもそうだし、まあ企画であとシュークリームね作らせていただいて、動画でそうそうそう、あの全5回でまあミノカモ工場行かせていただいたりとかすごい楽しかったんですけど、とかまああとは声優と夜遊びとコラボさせていただいて1週間ね作品でジャックするってあんまりないことなんじゃないかなとか。初って言ってましたよ確か。あ、本当、うん、初、あ、初ですって。すごいっすよね。それはもう本当ありがとうございますって気持ちですし、で、あとまあジャンフェスだったり AJ だったり本当にね、で、コメンタリー上映会とかね、いやもうあれも楽しかった。マッシュル本当にすごいのよ。すごいんすよね。で、今度あれでしょ、はい、名古屋行かせていただいたりとかインストアイベントツアー、ね、ちなみにこれ3回と4回も、はい、まあどこかに行くっていうのは決まってるらしいので、うんうん、どこですかね、このキャストとね、まあどの組み合わせになるとか、とかは分かんないですけど、まだあれなんですけど、うん、すごいこれも楽しみだなって思いますし、だから本当になんだろう、はい、役として向き合ってる時間もすごく多いし、確かに、でその役についてとか作品について語る場面もすごく多いから、うんうん、もうマッシュル漬け漬けでしたねっていうのが本当に僕の中では、うん、ありますね。だからすごく濃厚な楽しい時間を過ごさせていただいて、そして第2期も決まったという。いや嬉しいですね。嬉しいですよ、続きやれるのは、うん、まあなので2期ね、はい、今後ちょっとまあそのさっき言ったウェブの最後に出てくるキャラクターだとか、うん、まあ敵もねいろいろ出てきますから、そんな第1期以上にちょっと激アツなシーンたくさん出てくると思うので頑張っていきたいと思いますよ。そして、はい、まあアニメがね一旦最終回になりまして、うん、このラジオなんですけれども、まあね、まあ、実は ね、まあ、放送と合わせまして、はい、今回が最終回となってしまいました。悲しいです、はい、というわけではなく、なんと来週以降隔週配信でお届けします。よっ、おー、隔週で。そうなんです、隔週。まあこれまでは毎週ね放送に合わせて、はいはいはい、いろいろお届けしてきましたけれども、ね、まあちょっとその空いちゃうじゃないですか、期間が第2期まで半年分ぐらい空いちゃいますね、うん、その分ちょっと隔週ずつでもマッシュルのことをみんなの脳裏に、まあ、すり、そう、すり込むどんだけ7月版10月版のアニメが盛り上がってようとあ、マッシュルあるよっていうのをね、絶対にどこかに、そうそうそうね、っていうところで、まあちょっとね半年って遠いような気もしますけど、うんうん、この隔週放送したりとか、うんうん、あとイベントやることでいつの間にか多分あっという間に経ってるんじゃないかなって僕の予想では思うので、あっという間ですよ。ぜひ一緒に、はい、1月を楽しみに
お待ちいただければなと思います、まあ、そしてね、リニューアルもするらしいです、このマシュラジも。おー、そうなんですか。はい、まあ、そのリニューアルっていうのがどういう形になっていくのか、はい、まあ、メールっていうその何コーナーぶっ壊したいとか、はい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 、いや魔法ですけど自体が変わるのか、それともそもそもちょっとパワー SE ってシステムやめんみたいな。あちょっとあら、だってまあ確かにね、まあ今のところはさ、まあ川島くんと、はいはい、まあ、上田さんはね、まあ女性だからあれだけど、はいはいはい、まあ、江口さん海田さんで結構まあ来やすいこの喋り、喋、うんうん、どんなねトークしてもまあまあ受け止めてくださる方が多いですけど、そうですね、今後ねそのこの隔週で撮るときに張さんいらっしゃるとか分かんないよ全然、うんうん、で梶さんいらっしゃるとかなったときに、はい、パワーとか言っていられないでしょ。いやそんなこと言ってた絶対やっぱ上梅原さんたちと喋ってたのそれでしょとか言ってられないからそう揺れてるわスタッフさんは上下に、うん、だからちょっとそういう意味でも、はい、ちょっとリニューアルをするかもわかんないんですけど、ちょっとそれは調整中でございますので。じゃああれですか、レイナさんに言ってほしい一言も、うん、もしかしたらレギュラーいいやもうあれはもともと何にもしてない状態だから別にこっちが何かを言うわけじゃないのよ。だからレギュラー化するのもなんか変だしまあなので、まあ、それはね81さんと大相談だと思いますが、相談ですね、ぜひね、はい、楽しみにしていただければなと思います。放送とマシュラジー、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてふつおたいっぱい届いてます。あ、ね、そうふつおたあったんすよ、うん、こちらなみなみさんからいただきました。川島さんには申し訳ないですが、マシュルの真のヒロインはレグロさんだと思っています。異論は認めますと。まあレグロはレグロバンデット、マッシュのじいちゃんですね。確かにな。これやっぱり僕いいなって思ったのが、その漫画だとどうしてもそのテンポの都合上レグロがこう登場できないシーンとかも結構あったんですけど、結構アニメだとそれをこう次回予告とか、あ確かに、あとちょっとしたシーンにこう盛り込んでくれたりとかして、はい、やっぱ存在感が原作以上に出てきてすごい面白いのよね本当に、うん、予告の第何話だったかな、うんうん、もう1話だから1話付き2話かな、1話付き2話の時の予告で、ね、そのブラッドと、あ、はいはいはい、おじいちゃんが名コンビですからね、めちゃくちゃ面白くて、でも分かる、やっぱり確かに、あ、お最終話の予告つく予告がもろそれらしいです。マジっすか。あ、なるほど、もう最終回放送に向けての予告がまさにこのレグロとブラッドですかの2人の予告らしいので、これいいです、第1話と最終話の予告がね同じ人たちがやるって重い展開ですけれども、でもやっぱりね可愛いっていうの分かるもん、おじいちゃん可愛い、めっちゃ可愛い、ちょっとでもどうですかヒロイン。いやまあねまあねまあわかまあねなんだよこいつまあちょっとこれは確かになきつい、レモンには勝てるけど、レモンには勝てるやばい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 、上田の姉子にね多いって言われるから確かにちょっとおじいちゃん出されるとな、ちょっとね強いですからね、ちょっと強いですね。まあそうか、じゃあちょっと譲るか、ラスト1通普通といきますか、はい、フィッシングパパからいただきました、ありがとうございます。先日の公開収録お疲れ様でした。ありがとうございます。パワー SE が使えない中、川島さんがボロを出しそうになり、それに突っ込む小林さん夜勤明けで参加したのですが、眠気をぶっ壊してくれるとても楽しいトークでした。夜勤明けに来てくれたんだ、ありがとう。最後の掛け声がたこ焼きだったので、昼食は大阪らしくたこ焼きにしたのですが、お二人は公録後に大阪観光はされましたか、うんうん、公録後の裏話などあればぜひ教えてください。というわけで、いや楽しかったですね。いや堪能したね、堪能しました、いろいろ行ったし食べたね、それこそたこ焼きは、うんうん、その本番というかこのラジオ公録直前にもあのスタッフの方がわざわざ買ってきてくれて、美味しいやつでそれ食べたし、うんうん、あとまあ道頓堀か、あそうですそうです、まず道頓堀行って、
串カツ、串カツ、あ、食べましたね。田中食べましたね。食べました。で、あれね、なんだっけ、紅生姜店、紅生姜店、あれ大阪名物なんだよね。美味しいですね。爽やかで美味しかったし、美味しかったな。でそこ終わってたこ焼き屋もね3店ぐらい行きましたよね、うん、巡ったね。美味しかったな。あれもどれも美味しかったっすね。どれも、うん、でもやっぱ若干違うしね。若干違う、ね、そう、同じソースでもちょっと違ったりとか。そう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 、これは並ぶわなっていう感じでね、うんうんうん、美味しかったですし、まあ、あとはなんといってもね、はい、あの道頓堀付近で川島君が謎のおじいに捕まるっていう、あれや、グリコおじい、そうそうそう、グリコおじい、道頓堀にあの大きいグリコの看板があって、そこでこう写真撮るみたいなのが観光のまあベタですけど、うんうん、あるじゃないですか。あります。でその時にじゃあ写真撮りますかっていう流れになったんで撮ろうとしたら、川島くんが本当は左足上げないといけないんだけど、うんうん、間違えて右足上げてて上げちゃってた。そしたらなんか急におじいがこらーって来て、えみたいな、お前それはグリコへの冒涜やぞみたいな感じで来て、やばいって思ったら、引いちゃったよと思って、本当にあのカメラが上手なおじいで、ちょっとわしにカメラ貸してみーっつって、もうちょっと足こうやみたいな感じで、めっちゃこうね、コースかみたいな、もうちょっとこっちやっつって、うん、写真なんか僕に対しては全然普通だったけど、川島君に対して死ぬほど厳しかった。死ぬほど厳しかった何、死ぬほど厳しかった。何回か会ったことあるぐらいのね、あるぐらいの、うん、感じの。そうなんです。まあ君はこっちでみたいな、僕に対してはお前はこうや、下に座れみたいな、ひざまずけ言うてお前ひざまずけ言うてどうしたんっていう、川島くんのこのいろんなこうなんだトラブルメーカー力というか僕の引きやっぱね、もうフィンにちょっと近いところをねすごい感じて、まあ川島くん大変だったと思うけど、僕はすごい楽しかったですね。いや、あれ僕も楽しかったです写真結構いい感じですよね。あ、そうそう、可愛くね。でもそれを SNS にね、あ、そうそう、川島くんも上げたりして、そうそうそう、あとガチャガチャしたりとか、あ、通天閣まあ見に行って、あのその近くにあるちょっと商店街みたいのにガチャガチャいっぱいあって、ね、めっちゃあるんすよ大阪。そう、そこでね、あの、まあ、オリジナルガチャガチャというか、はい、作品のとかではなく、あ、そっちか、あ、そう、いろいろ引いてたよね。あの文字のやつですか。あ、そう、文字のやつ、おみくじみたいなやつ、おみくじみたいなやつです、うん、千秋さん何引いてましたっけ。俺引いて、引いたっけ、引いてないっけ。千秋さんなんか、なんか引いたっけ。なんか引きました。ああ、そう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 、そうですよね。 僕は多分割と普通なことが書かれてあって、そうなんです、ね、川島くんは下には下がいるみたいなだから気にするなみたいなあ、見つけた、あ、千秋さんの潮時ですよって書いてありました。あ、潮時ですよ何が何がなのっていう。あとは川島くんがなんだっけ。僕がこれがまだ下がいる。あ、そうだ、いい言葉っすねいや、どうなの褒められてるっていうか、何、ね、ちょっと励まされてるっていうかね別にそんなこともないし、別に川島くん、そうっすね。あとは、いやねえ、すぐパワー SE で、ね、消さなきゃいけないやつやるんで、僕はね、多分ね、また10周ぐらい多分あの干されるんですけれども、まあ、ということでね、千秋さんが、その千秋さんが、カイトさんのねエピソードを話してたということで、うん、ねえ、カイトさんのとの会でも喋ってたじゃないですか。何、千秋さんと僕でそのラジオ終わりご飯行った後に、ね、そうなんですよ、でカイトさんに LINE してみたいな、うん、ご飯これから千秋さんと食べるんですよ、うん、いいなって来て、うん、そう、僕結局はその既読無視してた言ってたね、そういえばカイトさん。そうなんですよ、それ、はい、その後はないっすね。ちょっとね、そうね、ねー、やっぱね、先輩誘うの緊張しません？まあそんなに僕は緊張しないですけど、あ、なんかだからカイトさんの取っかかりというかさ、はい、な今日もだから連絡する、あ、なんかトピック探したらカイトさんにいいっすか、うん、なんかこの間の以外で、あー、僕これ好きなんですけど、はい、ここ行きませんかとか、あ、ご飯の場所ですか、そうそう、とか、めっちゃいいっす、まあ、服とかでもいいし、あ、確かに、何が好きなの川島くん、なんすかね、カイトさんと行きたいところとかでもいいし、あ、カイトさん水族館とか、そういうのでもいいんすか、いいよ、
カイトさんとはなんだろう、スポッチャ？じゃあ今 LINE してみ。スポッチャって？カイトさん、スポッチャって興味ありますかって。二人で行きませんかってちょっと聞いてみなよ。スポッチャか。二人でスポッチャだいぶハードル高いっすね。でもほらカップルで行ってたりもするじゃん、スポッチャ。僕とカイトさんの関係を僕どこどカイトさん狙ってるってことですよ、そしたら。いやでもそう思われかねないぐらいの、はい、やっぱいいんじゃない。それぐらいちょっと ドキドキすんな。まあじゃあそれを送っていただいて、はい、それの結果はまた干されて戻ってきた時に発表していただきたいなと思います。めっちゃ恥ずかしい、僕とスポッチャ行きませんかって。まあっていうところでね、まあ本当にね楽しい大阪でした。まあ登録もすごく楽しかったので、またね、はい、まあこの隔週でやりつつ、もし2期になって登録やるよってことになったらね、ぜひ皆さんまたお楽しみ、どこに行くかわからないですが、はい、楽しんでいただけますとね幸いです。よろしくお願いします。お願いします。というわけでメールは絶賛募集中です。メールアドレスはマッシュルアットマーク温泉 .ag、 また番組ページにある投稿フォームからでも送れますので、ぜひ送ってください。マッシュレイブ、ぶっ壊したい、はい、こちらリスナーの皆さんがぶっ壊したくなったエピソードを募集してご紹介していくコーナーです。好きなんですよね。こちら麺食い学生さんからいただきました。ありがとうございます。梅原さんファンか江口さんファンか。そうなんですか。私は最近上唇の八重歯の上に口内炎ができました。何を食べるにもいったとなります。しかも八重歯の上なので化粧水など塗る時にも当たるのでとても痛いです。この口内炎をとてつもなくぶっ壊したいです。剣士じゃないですよね、八重歯だから、うん、ヴァンパイア的な場所に生えてくるあれですか、それ剣士か、あ上のところ、うん、上の、ま、第4第5ぐらい分かんないけど、うん、とかあたりに、ま、生えてきて化粧水塗る時にも当たる、とても痛い時も、ま、口内炎ねきついよね。きついっすよね。でも口内炎俺できたことないんだよね、ほぼ本当っすか、うん、そんな人種がそういるんすか。あ結構びっくりされるけど俺ほぼできたことない、うん、だってやっぱ寝不足だったりして、やっぱセリフとか喋ってたりすると同じとこ擦れたりして、うん、口内炎できてね、なんかね口の形がなんだろう、触れない構造になってるんすかな。すげえ。本当にほぼできたことないね。マジっすか。まあ、自分でなんか物噛んでる時に間違えてガリっていっちゃって、なんかそれがこう傷跡になってみたいなので数日とかあるけど、シンプルにそのなんかビタミン不足とかで口内炎できたことほぼないマジで。あれ飲んでるとかっすか、ちょから BB。 あいや飲んでない飲んでない。なんでだろうね。なんか好きな食べ物なんでしたっけ。焼肉。そうっすよね。肉なんだよな。できるよ口内炎。寝不足になると僕すぐできます。あそうなんだ。やっぱだから体質によるんだろうね。そうっすね。口内炎がでもできた時は確かにその噛んだりしてめちゃくちゃ痛いから、うん、気持ちはめちゃくちゃわかるけど、ぶっ壊すとねそれはそれでもっと悪化するから。そうあれってぶっ壊せない、どうしたらいいんすか ね。かさぶたとかもそうじゃん、こう、うん、剥がしたいけど剥がすとねまた治りが遅くなったりとかさ、跡が強く残ったりっていうからさ。ニキビとかも。そうニキビとかもそうだからさ、ここ潰したいけどでも潰したら跡に残ったりとか治り遅くなるけど、すげえでかいし邪魔だなみたいなとかね。そうなんすよね。だこういうやっぱ肌トラブル関係はね、ちょっとどうにかして改善して、でもやっぱりお腹腸内環境が大事って言いますから。確かに。睡眠と第二の、はい、心臓。あれどこ、ふくらはぎかそれ。知らない。まあ、ふくらはぎを第二の心臓ってあんま言ってる人聞いたことないけど、第二の陸上部かな。あれそっか、まあわかんないですけど、まあとにかくね、あふくらはぎ第二の心臓。お言うんだ。言うらしいです。言うらしいです。ただちょっとソースは定かではないので、もし皆さんで調べていただいて、はい、第二の心臓を探してみてください。以上ぶっ壊したいでした。
や、魔法ですけど。魔法は使えないが脅威の身体能力で魔法が使えるように見せるマッシュ。そこでリスナーさんからこれは私の魔法だという能力を募集しまして、魔法名とその能力を送っていただいています。ではこちら、母が作ったハンバーグしか食べない派さんからいただきました。ありがとうございます。そういう魔法かと思った。こちら魔法名が気分が天気に反映される魔法。文字通りその時の気分が天気に反映される魔法です。旅行の時、移動中の車の中で私が爆睡している時はずっと雨が降っていたらしいのですが、目的地に着き私が目を覚ますと雨が止んでいます。それが1日に3回連続で起こり、最後には大きな虹を見ることができました。すごい。最初はただの晴れ女だと思っていましたが、ある日資格試験に落ちて泣きながら帰宅しようとしたところゲリラ豪雨が、降り始めました。晴れ女ではなかったのかと余計に落ち込みましたが、父親が試験に落ちた私を慰めるためいちごパフェを送ってくれたので少し立ち直ると外の雨が止んでいました。これは私の魔法です。過去梅雨には勝てませんでした。まあね、梅雨はしょうがないですね。いやすごいね。すごいですね、うん、やっぱ映画とかアニメでもね、やっぱ心理描写にやっぱ合わせて天気っていうのはね、変わったりしますからね。だからこの方がもし役者を志したら大変だね。それでやっぱ大変なシーンを多く務める感じだと、もう確かにずっと日本の天気が雨だったり曇りだったり雨だったりっていうね。でも映画のスタッフさんたちは嬉しいですね。あ、そうね、水降らすのめっちゃ大変とか言うじゃないですか。あ、言うね、天気によってみたいな、はいはいはい、だから雨のシーン撮りたいときはこの母が作ったハンバーグしか食べない派さんを呼べば、うん、キャス、うわ、そう。でも雨降らせるためには悲しませないといけないから、みんなでいじめないといけない。それはまあちょっとやばいですね。覚悟していただく必要ありますけど、役者の道ってそんな気がしない。いや、役者っていうかその何、スタッフさんとして来てくれて、あ、スタッフさんちょっと今日雨降らしてほしいんだけど来れるみたいな。すごい、うん、今日どんな感じのコースですかって、ちょっと石投げるかなとか、その日によってその場にあるものでちょっと心を痛ませていただくことにはなるんで、ちょっとだからこれはあんま公言しすぎると、あ、狙われる、よくあるじゃん、はい、この作品とかでも不老不死の能力手に入れたりとか、確かにちょっと変身能力手に入れたら実験にされちゃうみたいな、うんうん、ありますと近いので、ちょっとこれはあんまりマシュラジだけの秘密 秘密にしましょう、とど、ね、めておいた方がいいかもしれないね、はい、ちょっと危ないですからバレたらね。はい、すごい魔法だな、これね、使いこなせたらめちゃくちゃ魔法ですけどね。仕事できます、うん、といったところでここまでとなります。以上、いや魔法ですけどでした。マッシュレディオ、さてというわけでエンディングのお時間来てしまいました。まあ最終回アニメ迎えて、まあラジオも一旦ね、このリニューアル前のマシュラジオは最終回というわけで、まあ全十何回ですかこれ、16っすかね、16回か、結構やってきましたねマシュラジオもね。本当っすね、うん、やってきましたが、はい、ずっとまあ今回もですか、カットなしでお届けしてきましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、どうですか川島くんは、改めてまあマシュラジやってみて、ちょっと気づいたんですよ今、お、シュークリーム食べてないっす。お、確かに、そういえばいつも食べてた、いつも食べてた、あれ、あの川島くんがもうこのゲストに来てないあたりからあんまり、え、出なくなった。もうあのシュークリームが、あ、今日はたい焼き持ってきてくれてる。あー、そうなんすか。でもそう、シュークリームはちょっともう出尽くしたし、みんなそう、キャストが食べ慣れてるかなっていうのをこうさせてくれたスタッフさんが別のスイーツに置き換えてくれてるんですよ。放送中じゃない時に食べてたかもしれないですね。そう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 、あ、確かに、まあ、なので今ないけど、今あのたい焼きが外にあるらしいので、これ終わった後にぜひ食べてください。いただきます。え、そんな感想でいいんでしたっけ。あ、いいよ。だってなぜなら隔週で続くから、多分川島くんは今日ちょっとね、いろいろパワー SE 長くなることをちょっと喋りすぎたので、それでスタッフさんの反感を買ってなければ呼ばれるはず。これでしばらく呼ばれなかったら、はい、
またちょっと川島一旦またあいつ干すかってなるから一回多分干されてるんですよ。そう一回干してるから一回干されて高6でやっとね、そう一回ちょっと川島レイジ言いすぎるからちょっと干しましょうっていう話になって干してそろそろ落ち着いたかなって思って今日呼んでみたらやっぱあいつダメだわっていうことで、はい、こちらちょっと干すか干さないかは今後のマシラジのゲストを聞いて楽しんでいただければなと思います。しばしのお別れです、ね、でもまあさっきあの例えでいろんなね、はい、また名前出しましたけど、うんうんうん、本当に僕も誰が来るかとか全然分かってないので、いやですね、うん、ちょっといろんなねコーナーがどうなるかとかも含めて、うんうん、僕自身もすごく楽しみなので、うんうん、ぜひぜひ皆さんもねあのツイッターとかいろいろ SNS 確認して、うん、あそうだ、それで言えばあれダンス見たよ、ね、シュークリーンファンク、うん、そう踊ったんですよついに大変だったあれ覚えるの。いややっぱでも一人でやっぱあの動画先にもらうんですよ、うん、TikTok のこれ踊りますみたいな、うんうん、フィロソフィーのダンスさんたちが踊ってるやつなんですけど、うんうん、全然できないと思ったんですよ。振り付け師の方が、うん、そのシュークリームファンクの あの踊りも作った方、はいはい、おすごいに教えていただいて直接指導、そうなんですよ、はい、すぐできるようになりました。やっぱさすがだね振り付け師の方は。そうなんですよ、この後教え、あいや大丈夫です、いたんね、僕はもうあのダンスじゃなくて実際に作ってるからあーそっかー、やるもいいっすよね。ちょっと、まあ、なので、まあ、そういったねところも含めて、うんうん、あの今後のラジオも、ね、マッシュル関係も全部ですね舞台ね楽しんで、はい、そうですそうです、楽しんでいただければなと思いますので、はいはい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでお届けしたのはマシバンデット役の小林千明とフィン・エイムズ役の川島レイジでした。シュークリーム